安心してください、入ってますよ。顔もおもろい。さなちゃん、りなです。たかです。エイティブログです。皆さんが知ってるかわからないですけど、今年に入ってとにかく明るい安村さんっていう、まあ、日本のコメディアンが世界中で今バズってます。りなは多分まだ知らないと思いますけど、名前は聞いたことないです。有名な日本のコメディアンがゴッドタレントっていうイギリスの番組に出てパフォーマンスして、世界の人が面白いってなってバズってる状態になります。多分今ピンときましたよ、あの入ってますよって言った。あ、そう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 、はい、確か名前は分かんないけど、分かんない、やっぱあんだけバズったから。いや、世界中のその前はもしてたよ、日本のテレビでは見たことがあったよ。で、それ面白いなと思って、うん、Britain's Got Talent に出たことを聞いて、うん、それを見たら、なんか意外となんか海外でもなんか人気があるんだねっていうこと。そう、あのお笑い芸は日本だけじゃなくて海外にも受けると。それがね、ということで、すごい世界共通のコメディ。今までちゃんと見たことないと思うから、うん、なんで世界中でこんだけ明るい安村さんが、はい、バズりにバズってるかっていうのを外国人の視点で、まあ、どういうところが面白いかっていうのを一緒に見ていきたいと思います。ゴッドタレントっていう番組皆さん知ってますか？あ、そっか。イギリスでもあるしアメリカでもあるのかな。日本ではドイツにもある。あ、ドイツもある。はい。ゴッドタレント、どんな番組かまず説明お願いします。ああ、わかりました。まあ、タレントを探すという番組です。うん、歌が上手い人とか、うん、踊りが上手い人とか、うん、まあ、コメディが上手い人とか誰でもウェルカムという番組になってます。うん、最後に勝つ人がすごいお金をももらえるし、あと何年間、1年とか2年の契約でどこかでその自分の考えたタレントを、うん、あのオーディエンスで届けるチャンスがある。じゃあドイツでも、まあ、有名な番組なんだね。はい。皆さん知ってますか？とにかく明るい安村さん、早速見ていきたいと思います。ハロー、ロンドン。めっちゃ多いね、オーディエンスの数。あ、そう。 What is your name and where have you come from? I'm とにかくドヤ顔すごいね。でも普通にコミュニケーション取れてるのね。そう、日本語できるんだね。 BGT ね、ブリティッシュゴッドタレント。ハロー、トニー、カカオ。 I'm wearing pants Yes I can pose naked I can pose naked No thank youFootball player naked pose. OK, 見てみましょう。すごいな。そういうことね。これが日本のクオリティですよ。Don't worry, I'm wearing. これ日本独特なんじゃね？あの面白いのが。うん、日本人のシュッとしたかっこいいボディではないよね。うん、覚えてるとなんかおっぱいとお腹がすごいブルブルそこもまた面白いところじゃん。コメディとシルエットがめちゃめちゃ面白いじゃん。うん、あとなんかパンツがピンクになってる海パンみたいな感じの、うん、この人の芸はこれだからね。もうずっと果てしなくこれだからその割にすごい下手だよ、バランスを取るのもだからで、英語のフレーズは、うん、Don't worry, I'm wearing pants。 これ日本語だと何て言ってるか知ってる？安心してください、入ってますよ。そうそうそう。 Number two。 もうみんなノリノリじゃん。 OK。 Horse racer naked pose。 Horse racer naked pose。 Come on。 Come on。 意味がわかんない。わからんの？意味がわかんない。馬に乗ったポーズだよ。だから馬を前から見て馬に乗ってる人がさっきのポーズ。ああ、オッケー、わかりました。レナさんには理解できないみたいです。もうこれがどんまいどんまい。なかなかホースレースは見ないからわかんないよ。でもこの人たちみんなわかったからね。ブリティッシュだからわかんない。あ、そっか、ドイツは競馬とかないのか。競馬はない。イギリス、フランスとか有名だよね、凱旋門賞とかあるから。そう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 、みんななんかそう、お金持ちの人が。日本でも競馬は有名じゃん。でも日本はどっちかというと誰でもなんかそう、ギャンブルで行く。イギリスはそのめっちゃお金持ちの人が行く、うん、あ、競馬、まあ、でもそれもギャンブルだけど。
ナンバー3、ジェームズ・ボンド。ジェームズ・ボンド、だからどっちかっていうと007? イギリスでしょ、ジェームズ・ボンド。だからこれ、イギリスオーディエンスに向けて合わせたでしょ。だってサッカーもそうだもんね、全部イギリスに合わせてやってる。よく考えたよ、国を、ターゲットを考えた。確かに I'm wearing Finally Spice Girls Spice Girls Wannabe Come on 見えとるやん Standing ovation。 すごいな、マジで観客の量すごいね。 Don't worry I'm wearing。 しかもこんだけ悟ってるのにさ、めっちゃ機敏に動くんだね。まあこれは、はい、あの言葉の頂点です。Tony, you are absolutely unique and it felt very Britain's got. ちなみに今気づいたけど、その人の名前はトーニーだと思ってるよ。そうだよ、だってトーニーか、トーニーだから。Really, really funny and original. Thank you. Simon, make it one. Oh, it's a yes for me. あ、ここで最後判定されるんだ。It's a yes for me, Tony. Tony Kaku. とにかく。It's a yes for me. Really? Yeah. めっちゃ可愛い笑顔だね。Tony, you have four yeses.あー、でこれみんなからイエスもらったら次のステージに行くの。そうじゃあ今は予選ってことね。これ突破して次のステージに行くの。ファイナルまでこれと準決勝、うん、で決勝。なるほどね、ここは準決勝って書いてあるわ。はい、ちなみにいつも同じパンツなのじゃない、日本でもあのピンクのパンツじゃない。ピンクのパンツ以外見たことないよ。okay、安村さんから。じゃあピンクのフラワーパンツ。もう名前トニーになっとるやん。 I'm wearing pants I'm wearing pants But I can pose naked today。 リアクション全然違うよ前回と。いや、やめてくださいやめてください。確かにね、リアクションだったよ。もうみんな待ってるからね。 Pose naked I can pose naked。 No thank you。 Afternoon teaアフタヌーンティーね、イギリス有名だからね、アフタヌーンティー。顔もおもろい。Don't worry, I'm wearing。 なんなんだろうね、ティーカップ置くのもなんかなんかもう分かりやすいからいいよね。まあ確かにこれ言葉いらないもんね。言葉いらないからいい。Royal Guard naked pose。 本当はあれを銃をさなんかここにやるかと思ったな。ただ手で隠しただけ。言葉いらないからもうジェスチャーだけで笑い取れるから、うん、確かに世界中でバズる理由が分かる。あれだよ、今は全部ブリティッシュでしょ、うん、ドイツゴッドタレントとかアメリカゴッドタレントとか世界中を回ってこれやれるよ、どこでも受けるよ、ね、確かにドイツだったらドイツの特徴的なプレッツェル、プレッツェル、ビール、ソーセージ知らん、分かんないけどやってほしい。世界中でいけるね。やってほしい。クリケット、ネイキッドポーズ。クリケット。Come on。 そういうことね。バランスを取るのは未だに下手だよ。アビーロードネイキッドポーズ。何アビーロードって。知らない。ビートルズのアルバム名。 OK。 まあイギリスの人だから分かるのか。俺からしたらよく分かんない。ああ、これは有名でしょ、ビートルズ。あそこで、ああ、ハビーロード。ハビーロード。Don't worry, I'm wearing。 よくこんな大人が真面目な顔してできるよ。ルイス・ハミルトン。どうですよね。
ジしょうもないわ。それ見たくなかったな。何が？あのチン全然ポジションポジション。エルトン・ジョン、メイキッドポーズ。何エルトン・ジョンって何？人？歌手？またパンツ似合ってるよ。パンツ似合うよ。ちなみにさ、とにかく明るい安村さん、はい、みたいな芸能、まあ、芸人さんって日本にいっぱいいるのよ。私はこの本当に裸のいつも、うん、もう面白いと思ってるよ。裸のいつもの人なんか誰それ。えもっと裸な人いるよ。あーここにお盆つけてみたいな。そう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 。名前何だったか忘れちゃったけど、でもああいうさ芸人さん多いじゃん日本だと。そう。でもドイツとか海外でこの体を使った芸をするとか、その言葉がいらないシンプルな、もう喋らなくても分かるような芸って海外でも多いのか気になるよね。なんか海外のコメディアンっていうとさ、要はマイク持って面白いことを喋る人じゃん。あーどうかな、喋る人の方が多い。じゃああんまいないから受けてんのかもね世界で。こういう人がということで、はい、決勝始まります。すごいよね、決勝まで行ってるよ。もう始まってるよ。I'm back! スーパーヒーロー Make it pose! Come on! スパイダーマン。今思ったけどさ、この人さ太ってるからさ隠せるよね。お腹の肉が乗るから隠せるよね。だから痩せてる人これできないよね。できない。ならできる。まあ俺ならできる。いやいや、お腹出てるから。バットマンね。じゃないよね。なんか。スーパーヒーローメイキングポーズ。カモン。これおもろいわ。あの4人もかわいそう。めちゃめちゃ重たいのに。大爆笑。俺にはよく分かんないけど大爆笑。やっぱ日本人と外国人で笑いのと違うんだね。決勝じゃん。最後優勝したのかな。してないよ。あ、してないの。してない。ああ、してないんだ。してない。してたらもう日本で見れないから優勝しないでほしいでしょ本当は。まあでも日本でそんなに今バズってないから。あ、安村さん。とにかく明るい安村が有名だったのは多分数年前で、それをここにぶつけて今年バズったじゃん。そうだから日本でもまだバズってるのかな。ここでバズったからちょっとはあるかもね。でもすごくない？海外のオーディエンスもよく理解してるし、うん、まあだって言葉いらないからね。頭いいよね。そう履いてますよ。 I'm wearing pants でしょ。はい、ということでゴッドタレント見終わりましたけどどうでしたか感想は。私はめっちゃ笑ったでしょ。爆笑してましたね。めっちゃ面白かったよ。社長爆笑してましたよ。特にアフタヌーンティーのダイレクトにスーパーマン。分かりやすいのがだから面白いところでね。ああそう。だから例えば日本でレナがだから漫才とか M1 とか見ても分かんないじゃん正直。まあそれ2つ理由があるよ、うん、もちろん日本語が理解が足りないから面白くないとか分かんない、うん、点もある、うん、でもう一つはヒューマーが全然違うから、うん、日本人が面白いと思ってても私はそれ面白いと思わない。確かに。逆に私はすっごい面白いなんか海外のコメディアンとかを見ても、うん、タカに見せてタカが何が面白いか全く分かってないでしょ。分かんない。言語の問題じゃなくてなんかバックグラウンドとかカルチャーとかの根本が理解できてないとやっぱお笑いって難しいよね。そう、ピュアな感じのやつめっちゃめっちゃ誰でもウケるでしょ。確かに。それは誰も傷つかない、うん、みんながすごい喜んで確かに気にせずに
なんか笑えるようなそうコメディが確かにアメリカのコメディアンとか、まあ、ドイツのコメディアンは俺見たことないから分かんないけどありますかドイツのコメディアンありますよ、まあ、どういう感じか分かんないけど少なくともアメリカのコメディアンとかってなんかブラックジョークも多いじゃん、yes、でもこれとかさもう全く誰も傷つけることがないよね、はい、そうだねまあ、スパイダーマンとかバットマンが怒ってるかもしれないけどねブリティッシュピーポルのバカにしてるよ、うん、でもティーであんな飲み方しないからね本当はねいやめっちゃ面白かった久しぶりに安村さん見たけどやっぱ面白かったわね、うん、世界に行こうと思ったらシンプルイズベストただしこれみたいなのが、うん、なんか1時間のやつにできないよね、うん、できない3分から5分ぐらいじゃない限界こう喋ってるコメディアンは普通に1時間を見ても飽きないでしょ、うん、確かにまあ、でももうちょっと見たいなこれ面白いそうハマりましたよそうハマります外国人のやっぱりゴッドタレントで安村さん見たら面白かったですね。ね。まあでもこれありがたいよね。イギリス人が日本人のコメディアンめちゃめちゃいいと思ってるでしょ。トニーさんが頑張ってくれたおかげで日本のエンターテインメントが世界に通用するっていうのが世界に発信できたからね。ね。ということでこの動画はここで終わりにします。皆さんもとにかく明るい何村さん安村さん安村さんトニーでいいよトニー皆さんはトニーも面白いと思ってますか私だけかなコメントで教えてくださいねなんか一番好きなポーズはこれだったよとかそういったところがちなみにトニー以外の好きな日本トニーって言ってるこの芸能人だったらドイツ人とか外国人もウケるだろうという人がいましたら確かに教えてくださいぜひレナに見せた方がいい日本のコメディアンね。 ね。それではこの動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタンを押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。